スタンフォード・ホワイトはアメリカ合衆国の建築家である。彼は多くの市民、宗教の建物だけでなく、富裕層のために多くの家を設計した。彼のデザイン原則はアメリカルネサンスを具現化したものである。ウィリアム・ラザ・フォード・ミード、チャールズ・ホレン、マッキム、スタンフォード・ホワイト・ザ・トライアル・オブ・ザ・センチュリー年、のホワイト・イブリン・ネスウィット・ハリソ年、 ホワイトは、名帝状態になり、当時16歳のイブリンネ・スウィットをレープした。彼女は、その後、ピッツバーグの奥万長者であるハリー・ソーと結婚した。彼は、ホワイトをライバルとみなした嫉妬深い夫であった。1906年6月25日の夜、ホワイトは、マディソン・スクエア・ガーデンの屋上庭園劇場にいた。その夜は、マムゼル・シャンパーニュの初演であった。ショーのフィナーレ。 アイクッドラブ、エイミリオンガールズの最中に、ハリー・ソーはホワイトに近づき、2フィートほど離れたところに、ピストルを向け、あなたは、私の妻を台無しにしたと言い、ホワイトに3発発射した。彼の顔を2回、左上の肩を1回打ち、ホワイトは即死した。ホワイトの顔の一部が引き裂かれ、彼の残りの特徴は認識できず、火薬によって黒くなった。 1906年6月26日のニューヨークアメリカン一時情報源ホワイトの広範な業務通信と個人的な通信、写真、建築図面はコロンビア大学のエイブリー建築、美術図書館のデパートメント・オブ・ドローイングス・アーカイブスによって保持されている。彼の家族への手紙はクレア・ニコラス・ホワイトのスタンフォード・ホワイト、レター・アッツ・ツー・ヒズ・ファミリーで編集されている。 ホワイトの会社マッキム・ミード・ホワイトの主要なアーカイブはニューヨーク歴史協会によって保持されている。ノート参考文献。ありがとうございます。